はい、おめでとうございます。じゃあ、今回ですけども、ソン・フンミン名称やっていこうと思います。いや、ソン・フンミンね、新しいスキル、ブリッツ・カーブ持ちで登場したわけですけれどもね、めちゃくちゃ強いです。僕、16試合で18ゴール決めちゃいました。1試合で1ゴール以上決めてます。今回めちゃくちゃ気持ちいいです。そのソン・フンミンね、ガチャでね、昨日、12月7日に登場してね、獲得しようかどうか悩んでる人いっぱいいると思うんですよ。絶対取った方がいいです。めちゃくちゃ強いです、余裕ある人ね。これね、どんなゴール決めたのか、もうアシストしないんだけど、どんなゴール決めたのか、全部ね、お見せしていこうと思うんで、一緒に見てね、獲得悩んでる人、参考にしてもらえたらいいなと思います。まあ、早速、一緒に見ていこうと思うんですけれども、まずね、このシーンですね、バレッラが持って、このバレッラもなかなか使用感良かったですね、習慣のバレッラですね。ロベカルこねてパスコース探して、こっち角度作って、今回、アイブリッツ、気持ちいいね。もうね、こういうのめちゃくちゃ決めれるんですよね。なんでね、一緒に今回をいっぱい見て気持ちよくなっていこうかなと思うんですけれども、こう富安がこうつけて、こっち角度作って、ハイブリッツ素晴らしいね。もうこっからこうですかね。落ちたね。気持ちいい。あいつにまたね、今回、お見せしていこうと思うんですけれどもね、ソン・フンミンにどうやってこうつけるかっていうものをすごい考えながら試合しましたね。まあこれは抜け出してもらって、僕 CF で使ってたんですけど、いいですね。はい、ダブタコンカーブリッツ。もういい感じで切らしてもらってね。よかったですね。あとでちょっと育成をお見せするんですけどね。僕の育成だとオフェス戦91位行くんでね、裏抜けもね、かなりいいですね。ここね、駆け引きよかったですね。こう、アラウホですよ。これをね、抜いちゃって、落ち着いてダブタして、コンカ。はい、気持ちいい。足も速いんだよね、ソンフミ。僕の育成だと、スピードがね、補正なしで90、瞬発も90の育成になってますと。で、キック力もね、ちょっと今なんですけど、94あるでね、もうかなり上がりますね。シュートっていうブースター持ちで、キック力も上がるんで、決定力も上がるしね、もうかなりいいです。ちなみに決定力は、補正なし90ですね、いいですね。4上がってるのも気持ちいいね、ブースターで。じゃあ次のクリップ、お見せしていこうと思うんですけども、モドリッチ持って、グティが逆サイ。4-1-4-1だとね、逆サイがフリーになりやすいんでね、それ狙っていくといいですね。で、こうつけて、また、はい、ここから、ちょろちょろ今回、ブリッジじゃないのも決めていく。で、またこのシーンは、マルディーニ奪って、ここね、ラッキー、通っちゃって、ソンが、ちょっとね、下がって、組み立てですね、参加して、ここからね、上がっていくんで、ソン見ててほしいですね。もうかなり上がっていくんで、で、もう一回もらって、ここでね、ダブタ、今回、ブリッジ最高。やっぱ、キック力あるからね、あそこからも全然入っちゃいますね。ここですよ、この、もう、この線からね、入っちゃうからね、普通のインパクトなしの今回はこれすごいよね。最高。で、次に、またこのシーンですね。リベリーがこう持って、ロベカル。で、中ね、ソン・フンミンが空いたんで、ナイスブリッツ。これちょっとね、守備がたまたま空いたんでラッキーでしたね。次、またここで奪って、こっからね、ダブった、インパクト。はい、最高。これも超気持ちいい。やっぱキック力決定力あるからね、結構入るね。で、ソンに関してはミドルも持ってるし、かなりいいですね。入りやすいですね。これね、開幕のシーンかな。で、ちゃんとこう抜け出しが良くて、ここ落ち着いてブリッツ、はい、最高。じゃあ次ね、マルディーニが奪って、ミサイドやつさんつけて、ここでね、逆サイドがね開くんで、ダブタインパクトグランダーパスでね。これ4-1-4-1やってる人狙ってみてください。結構通ります。で、モドリッチがこう背負って、相手がカーソルじゃなかったんでね、結構引きつけられるんでね。はい、ね、シュー、チョンクロからのシュート。これモドリッチうまかったね。相手がね、こうカーソル外してくれたんで、ここで、ここ。カーソル外したらこうやってね、結構ね、簡単に抜けるんでね、背負いながら。楽ですね。はい、次。ロドリがなんとかこうクリアして、リベリーでサイドつけて、ここからね、ソンが空いたんで、インパクトでグランダー、ワンシュー、ナイシュー。ソンに関しては、ワンタッチシュートはね、持ってます。はい。持ってますんでね、ああいうのもちゃんと決めてくれるんでね、でかいですね。素晴らしい。で、次、宮瀬が左持って真ん中空いたんで、真ん中。まずサイド。で、ここからちょっとタメ作って、抜け出してるメッシにパス。ここからね、相手をこういなしながら、かわして、ジョンクロ。で、マルディーニに勝っていく。ナイス。ソンはね、背も高いからね、ヘディングもできますと。183センチあるね、結構でかいですね。別にヘディング数値は上げてません。で、59しかね、補正なしで。
で、ヘッダーとかもついてません。でもね、結構背高いからかなのか分からんけどね。あと、チョンクロだからか分からんけどね。ああいうの決めれるんでね。どんどん狙ってっていいと思いますね。で、ここはなんかね、謎のパスが通って、これ事故って、また事故って、ナイスソン。これもね、身長の高さがね、出てますね。183あるからね、カットしやすい。ここも事故のシーンかな。これ奪って、そう、また奪う。こういう風に、足長いから、事故らせることできるんですよね。これも結構いいところだね、ソンの。まあ、こんな感じですね。やばくないですか？そう、めちゃくちゃ強い。僕全然うまくないと思うんですけど、16試合で18ゴール決めてるんでね、僕で決めるんだからみんなだったらもっと決めれるでしょ。マジ強いんでね、ぜひ、狙って獲得してみてください。僕はね、57回かな。57回でようやくソンが出ました。で、このブリッツカーブなんですけど、逆足最高だったら、逆足でもブリッツカーブがね、打てるんですけど、ソンだけ、逆足最高なんですよね、精度が。で、サラーとかは、逆足普通、ギエザに関しては逆足が高いだと思うんで、この3人で逆足でね、ブリッツカーブ打てるの、ソンだけなんですよね。なんでね、ソンがね、もうめちゃくちゃいいんじゃないかなって僕は思ってます。なんでね、ソン出た人おめでとう。まだ出てない人、ちょっと狙って引いてみてください。じゃあね、今日はこんな感じで終わりにしていこうと思うんで、最後まで見てくれてありがとうございました。今日も明日の試合で夢でした。失礼します。